はい、今回あの北斎オマージュグレートジャポニズムアゲイン、この鉄筆屋万次郎ギャラリー神戸で開催ができて本当に嬉しいです。皆さんに伝わって、なんとですね、クリントン元アメリカ大統領もコレクションされております元紀之先生の作品の目でも見れる方を近くに来ていただけるとびっくりしますね。立体的にどうしても映ってるんですけど、そこを浮かべられる函館本線のシャーマンで室蘭コンセントの分岐点、あの自分の作品を持ってまいりました。こちらは、街ではいろいろあるけれど歩いていくのがどこまでもという作品でですね、そういうことで僕はその北斎や歌丸の素晴らしさを世界の人に知らしめたいと言われてますが、お伏せの岩松林の天井図と鳳凰をこれ愛しても喜んでいる波に飲まれて遊んでいると、隠し絵画っていう技法で、光っておりますね。これっていけるいけるいけるでしょ。あ、面白い。戦に行く時の士気を高めたり、はい、どうもありがとうございます。